見た目はハゲてて60代、頭の中身は小学生、毎日毎日うざいポストをするパーキポーキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。休み明け一発目きっちすね、やっぱバリバリバリっていう感じですね。昨日はすいませんでした。めちゃめちゃ酔っ払っておりましたけど、今日はもうすいません、ちょっと日が変わったですね。またちょっとなんか税込んできる感じで、いかがお過ごしでしょうか。今日もちょっとパチパチあのちらほらね、ポストにさせてもらいまして、まあ今日一ですかね、まあちょっとありましたんで行ってみましょうかね。はい、ドドン、なるほど。はい、これはなんか皆さんに地植えをね、現在今してる人に対してなんかまあアンケートということで、いろいろなんかね、土のこと、地植えするにあたっての土の種類っていうのですね、これなんかちょっとなるほどなーとかって思いました。はい、次、ドドン、残念。はい、なんかね、仕事日和の空だ。残念ですね。はい、どどん、写真を撮っている人を撮っている人を撮る。もうまさにそのままですね。はい、次、どどん、ざまみろでーす。これ兄貴ですね。はい、本当しょうがないですね。結構ゴールデンウィークあの仕事の人が結構多かったみたいで、しょうがないっすよ。私もその一人、まあ一日だけいただきましたですけどね。はい、しゃあないしゃあない。はい、次、ドドン、マダガス育ち。はい、これもゆうくんですね。なんか絵描いてくれたですね、ありがとうございます。パキパキさんジュニアですね。なかなかお上手。はい、ちょっと下の方にね、なんかこうビールらしき缶の写真が写り込んでましたけど、まあこれ飲みながら描いてくれたんですかね。はい、じゃあ私もストーリーで上げさせてもらいましたですけど、ありがとうございます。はい、まだまだガス育ちだね。はい、次、どうぞ、おかっぱちゃん。すいませんね、こうなんか他にこうあったんでしょうね。なんか皆さんが一生懸命試行錯誤した蜂をおかっぱちゃんって言ってすいませんでしたって言って、なんかあったんでしょうね。はい。はい、次、どうぞ、再び刺すだけ。はい、これはキング様でございますね。はい、また刺したんですね。この前は刺すだけとか言って、うちはサボテンでしたかね。はい、そんな感じですね。はい、なんかあれらしいですね、なんか新天地でとか言って、なんかまた新しくなんか仕事変わったというんですかね。なんかよし、知りませんけど、はい、まあ、頑張ってくださいねということで、はい、まあ、今日一またポンポンポンと見ていきましたですけど、まあ休み明けでもまあなんかいろいろあったみたいでございます。はい、じゃあ頭でのコーナーですね。今日は大御所来ておりますので、ちょっと聞いてみましょうかね。じゃあ例のコーナーどうぞ。ハゲたおっさんに興味なし、最近スパイスの効いたカレー臭、何でもかんでも聞いちゃって、パキポキさんの質問コーナー。はい、このコーナーでは貴重なリスナーさんからの質問にお答えする、ちょっと徒長気味のコーナーです。はい、パキポキさんの質問コーナーです。はい、じゃあ早速いきましょう。大御所でございます。
パチボキさんの天然音ボケクラブパチ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 ラジオネームケツエキガッタガッタチチチチチチが出ちゃうです。さてさてお布団の中で姉ちゃんに B 型ってさ好奇心が旺盛なんだよねとすり寄りマジで気味悪がられたことのあるパキ先生なんでやねん。私のうちの天然おとぼけ話聞いてちょー。またまたうちの嫁さんの話なんですが、結論から言いますと血液型は O 型です。おー。しかし驚いたことに生まれてから高校2年生まで血液型は A 型だと思い込んでおりました。その高校2年生の時に、献血をした時に血液型が O 型と判明したのです。生まれた病院で血液型 A 型と診断されてから16年もの間、彼女はドヤ顔で私血液型 A 型だけど何かと言ってきたのです。本当の血液型が O 型と分かってからしばらくの間家族の中がギクシャクしたとのことです。ね、パキ先生おとぼけにも程があるでしょ。さあ先生、ディスるなり煮るなり焼くなりしておくんなまし。まあこれもきっとオイラが悪くなるんだよね。わっ、パキ先生のお布団部屋から怪しい声がするぞ。聞いてみよう。君の血液型と僕の血液型ってさ相性バッチリなんだよね。ガバッ。お、何した。さあ先生レッツゴー。ありがとうございます。あ、来ましたね。嬉しいっすね。はい、おとぼけ話、おとぼけクラブ、ありがとうございます。そうなんすか、奥さん A 型と思ってたんですね、ずっと。あー、で、なんか家族間にギクシャクだったと。まあ、よかったです。はい、あの O 型で、はい、なんかまあ花さんとね、うまくやっていけてるんじゃないかなと思います。あのね、煮るなり焼くなりしてくれとか言ったらそんなことない。その障害よく聞く話で、なんか血液型わからんじゃんねとか言ってる人結構多いですもんね。はい、まあそういった献血とかね、そういうのしない限りはわからんとか言ってる人結構聞きますんでですね。はい、大丈夫ですよ。あの花さんが悪いとは思いませんよ。自分まったりやってますんでですね、はい、ちょっと話がちょっと広がらんで申し訳ないんですけど、いやー今日も秀逸ってね、なんか内容でしたけどですね、はい、花さんもゴールデンウィークはずっと仕事で、あ、すいませんね、私だけはなんか休みいただいてですね、はい、まあ、くれぐれも奥さんとともどもあの体気をつけてくださいね。はい、まあ、今日のね、あの奥さんの気づき方が分かったということで私は大収穫です。はい、よかったです。もう A 型やったらどうしようかと思ってヒヤヒヤしてました。どれだけ A 型と合わんねんちゅう話なんですけどね。はい、ということです。このコーナーでは既得、リスナーの方の質問で成り立っております。はい、まあ、たまにでもいいんでなんかこうポチッとこうね、あのコメントいただければ、このぼやきのネタになりますんで、はい、すんごく助かります。はい、まあ、別にあの共用はしません。はい、別にあの下じゃなくても全然いいので、はい、よかったらお願いいたします。はい、じゃこのコーナー以上です。はい、エンディング、木曜日のエンディングです。今日は、まあ、ちょっと気づかれた方もいらっしゃると思うんですけど、なんかだるいって感じで今やってるような感じなんですけど、あのっすね、ちょっとやっぱ腰がね痛いっていうことで、今日仕事、そう夕方ぐらいだったんですかね、あの痛み止め、ちょっと痛み止めを飲んだらすんげー眠気が来てですよ。まあどうしてもなんかそういう風な作用があるみたいなんでですね、それでちょっとぼやく前にちょっと
ね、車の中でですけど、ちょっとこう仮眠しようと思ってカゴンと寝たら何時やった、そうですね、まだ日が変わる前だったですね。もう何時間寝た俺、なんかもうちょっとパッと今気づいたらもう日が変わったってんですね。はあ、それぐらいちょっと強いということで、頭がぼーっとしながら今ちょっとこれやってたんで、はあ、すいません、ちょっとね、なんかトーンがちょっと低いなーっていう感じなんで、まあ、これ夜聞いとったらそりゃないでしょうけどね、日中とか聞いたらもう全然なんか昨日の酔っ払っとったら全然違うねという話だったですね。はい、しょうがないしょうがないということで、はい、だからまあ今日ちょっとすいません、こんな感じでお伝えしましたですけど、はい、いかがだったでしょうか。はい、で一応明日は金曜日ということでですね、はい、私はまだ始まったばっかりです。で皆さんはそうか、明日行けばまだまだ土日はお休みっていう方も中にいらっしゃる、まだゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかな。はー、まあ、とりあえずもう終わっておりますねお休み終わってるっていう感じで、はい、じゃあまあ明日もですね、また気合い入れて、頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日は以上です。お疲れ様です。